これは注目ですよみたいな楽しみ方もあるし、うん、どうですか。ああ、お茶話をしてたら、おお、さあ楽しんでいきましょうよ。ラリーワンが来て、あ、いきなり走り始めた。堀澤選手ちょっといきなり始まりましたね。見えるかな、みんな手振って。手振って見えるんですよね。見えてますよ。はい、ぜひ手振ってください。さあ嬉しいからね、旗振って手振って。ちょっと昨日よりも昨日よりも大きい煙多め舞い上がるんですか。CM で見たことあるし、これあのほら、路面に結構路面状況が違うので、回転する場所によって砂煙の色が違う。気をつけてくださいね。ちょっと抑えてくれました。はい、ここから食べますね。レディーゴー。煙、そしてこの音、匂い、この絆パワーで隣にトヨタのグループの研修施設があるということで、はい、森野さんの庭らしいんです。庭全日本ラリーですが、ぜひ WRC の風感じてください。風感じちゃっていいですね。そして見えるかな、今向こう側のね、多くの方々見えてるでしょうか。そしてドローンの映像なんかもね、多分、配信の皆さん楽しんでるでしょうか。黒もまた、黒そうですね。WRC ファンみんなこれ砂が当たると笑うんですよ。カメラも危ないの、カメラも危ないの、ヒロでこう壁に背中持たれて苦い顔してる。逃げてました。いや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 、また黒車両はイメージが悪いです。赤い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 。本当にいろんな海外でもね、こういうデモランあると思うんですけど、はい、まずデモランこんな長い時間走ってくれないんですよ。やっぱりこう大事にしなきゃいけないから。大サービス中。
お見事、皆さん拍手をどうぞ。スカッサ高本高校に大きな拍手をお願いします。この汚れすらも美しい。なんですかこれ、すごい、本当にね、お客さん、スペクテーターの皆さん、あの辺で遠かっただろうなとかの森田さん思ってたんですよ。近くまで行きました。みんな逃げないんですもん。見えてないで不安になりますね。大サマラガトミさん